はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、レゴクリエイター季節のコテージです。はい、レゴクリエイターといったらですね、昔いろいろ作りましたね。こちらでございます。3種類今まで作ってきましたね。すべて展開式だね、開くようになっておりまして、こんな感じでもうすでに、ね、街並みみたいよね、いい感じに仕上がっておりますけれども、この季節のコテージはこの、なんだろう、街っていうよりもちょっと離れた家だね、はい。それで今回のこのレゴクリエイターはこれね、特徴的なのはこれライトブロックっていうのが入ってるんですね。そうだね。そう、これね、光るみたい。そうだね、うん、これ楽しみだね。そうだね。はい、すでにこちらですね、作っておりまして、その作った時の動画はこちらでございます。どうぞ。はい、はい、ということでこちらが季節のコテージだね。うん、これにはですね、ミニフィグが2つついておりまして、男の大人の人が1人と、女の子が1人いますね、子供だね。はい、普通のお家なんだけど、一応またね、同じように展開することができますね。はい、中に椅子があって、テーブルと電灯がある感じ。あと、ここからね、2階に行けるんだよね。2階屋根裏みたいな感じになってますね。はい、なんか寂しいよね、これ。ちょっとね、寂しいね。何もないんだよね。こちら側が玄関かな。お庭がちょっとだけあって、ここにね、ベンチがありますね。ここだね。そう、これがベンチですね。うん、で、ここにテーブルがあって、上にね、カップが置いてありますね。ここにポストだね。あ、そう、ポスト。ポストはちゃんと郵便が入ってますね。郵便してね。はい、で、これ芝刈り機がね、ここにバーベキュー用のコンロがありますね。ここ開いて、後ろにボタンがあるんだけど、それを押すと火が光っちゃうんだよ。いきます、せーの。ああ、光った光った、うん、いいね、結構ちゃんと光るんだよ、うん、ね、うん、面白い。それでこのソーセージを取ってここに入れてそうだね、それでここを光らせれば、あ、バーベキューだね、これね、男の人じゃあこっちに置いとくか、こんな感じだね、そして家の前にですね、なんとプールがありますね、これすごいよね、リッチなお家だ、こちらの木は取り外しができます。このプールがあって、プールにね、このバスケットのゴールがある、プールバスケットだね。そうで、これね、顔みたいなんだけど、これはボールですね、一応バスケットボール、一応中に入れられるかな。入んないのか、これ入んない、入んないのか。だから俺この看板を動画で入るかもしれない、ね、あ、そっかそっか、でも飾りだね、これはね、うん、はい、はい、このような感じでございますね。なので、ちょっとね、今までのこの街並みとは違うんだよね、ちょっとだけ離れた、お家っていう感じかな、でもまあいいよね、昔このレゴクリエイターを作り始めたのは、線路を走らせたいっていう目的があったじゃん。あ、だからこれは街の方で、こっちはちょっとね、この線路を走らせてちょっと行ったところの家みたいな感じで、レイアウトしてもいいかもしれないね。そうだね、あとですね、今回はこの春夏用、これを作ったんだけども、他にもこの秋用、ちょっとね、紅葉してたり、ハロウィンの模様があったりするんだけど、これ、こっちは冬用もあるね。そう、冬用もあったりしますね、これがこの一つのセットで作れちゃうっていうのはなかなかいいかもしれないね。そうだね。はい、ということで今回はレゴクリエイターの季節のコテージでした。はい、ということで今回の動画はですね、いかがでしたでしょうか。まあちょっと面白いって感じじゃなかったしまあ、ただ作っただけって感じかな、まあ、実際に本当にレール組んでみてね、走らせてみないと分かんないかもしれないね。そうだね、はい、ということで、今日の動画はですね、もし良かったなとか、楽しかったなって思った方はですね、ぜひ高評価ボタンお願いしますね、そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、最新の動画が分かりやすくなりますんでね。そうだね、マイチャンネルゾンビとか、たまにパパ変なことするからね、顔塗ったりしてね、とかやるしね、はい、それとコメントもいただけると大変嬉しいですね。そうだね、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ、ガチン。